やつは打ち首に処す。お奉行様からの通達だ。父さんはもうすぐ釈放されるって話だったのに、何かの間違いでしょ。ちゃんと確認してよ。仮に間違いでももはや確かめる暇などないわ。予定通り刑は取り行う。分かったら帰れ帰れ。おお、おまんも来てくれたんかい。勝さんから奈良崎少作に会うよう言われたんじゃ。コロリの直し方を知っちょるかもしれん先生じゃき。けんど来てみたら打ち首になるっちゅう話で。そんなことは勝さんから一言も聞いちょらん。妙じゃろ。さっきのは先生の娘さんじゃ。ちっくと様子を見てくるかい。あの娘、塀を乗り越えるつもりじゃないかい。何を考えちょるんじゃ。中へ乗り込んで父さんを逃がす。無茶はやめんかい。おまんはおとなしく待っちょれ。先生のことはわしとこいつで何とかするき。分かっちょるな。牢屋敷へ忍び込むぜよ。おまんが来てくれたきどうとでもなるじゃろ。いろいろ考えたんじゃが、この辺りでわざと騒ぎを起こして捕獲されるち言うんはどうかい。ほいたらとりあえず牢へぶち込んでおこうとなるはずじゃき。なかなかの妙案じゃろ。よし、おっ始めるぜよ。すぐにでも投獄されると考えちょけ。準備はええかい。行くぜよ。ほいたら、さっきのお役人のところへ戻るぜよ。牢屋敷の真ん前で騒げば、すぐ牢へ入れるじゃろ。またお前たちか。なんだ。騒げば十分じゃろ。もう乗れ。で、もくろみ通りじゃの。あとは出るだけじゃ。わかった、わかった。俺の負けだ。何でもするから、もう勘弁してくれ。預かっていた荷物は返す。牢からも出してやる。それでいいだろう。な。あの偏屈な医者のことか。奥の屋敷へ連れて行かれたが、詳しくは分からねえ。もういいだろう。行ってくれ。腕が鳴るわい。
見事なもんじゃ。調子悪いがかい。逃がしてくれるのか。ついていくよ。やっと
そう。そこかい。あんた、まさか俺を助けに。ありがてえ。ゆっくり選んでくださいよ。どうぞごひいき。
誰かおるのか。お、貴様、そこで何をしている。ここで始末してやろう。危ない奈良崎小作じゃな。チック堂を待っちょってくれ。鍵はあったかかい。なんちゅう度胸の女じゃ。無茶しよって。捕虜、何を考えとるんじゃ。礼は言っておく。で、何が望みだ。ただの善意で助けたわけではなかろう。こんな目に遭わされて幕府に協力しろと。仕方がない。あくまでコロリの患者のためだからな。コロリ治療ということは神田の医学書か。早めに顔を出さんとうるさそうだ。失礼ぞ。おまん、お領地言うたかい。わしは坂本龍馬、同じ領じゃ。これも何かの縁じゃち思わんかい。また会えるかの。どうかな、会ってあげてもいいよ。